はい、前回からため撮りですが、ちょっと放置してたらなんか竜巻っぽいのが来ました。まああれが来る前にちょっとオアシス行こうかな。早く急がないとちょっとやばい感じがするんで急ぎましょう。とりあえずそうだな、変身タイプか。とりあえずこいつらちょっと気になるんでコイン落としてください。死なねえオッケー。あ、死ねえよ、勝てえなこいつら。勝てえじゃねえよ、体力が多いんだこいつら。てか知らぬい、なんっけ、モックンモックンじゃねえや、あいつらなんかすげえ遠く離れていっちゃったんですよ。どっか行ってますねもうど本当にどっか行ってますね。あ、ちょっとめんどくさいでやめましょう。もういいです、はいちょっと急ぎましょう。室に行って顧客リスト、となんかいますよ。ちょっと戻ってきてほしいな知らぬい、モークン。モークンじゃない、モークンか。出たな、鎧騎士。お、喋るんかい。俺さんの名前に勝手に入ってくると、貴様らいい度胸してるじゃねえか。あなた、顧客リスト。ああ、お前、顧客リスト欲しいの何このエフェクト。新しい。きついって。普通にきついわ。オッケー、オッケーじゃねえ。ちょっとゲージもさっきリセットされちゃってるんだけど、さっき結構溜まってたと思うんだけど。レンテンザン、あ、ちょっとはレベルアップしてるんで食らわせてはいますね。よいしょよいしょ、レンテンザン。はい、きつい交代。お、いいね、やっぱ連続ギリが気持ちいいね。ちょっと会心今当たってるからすごい気持ちいいわ。よいしょ、じゃあダイヤモンドダストいきますか。いけお、ゴーレム来ました。これは強いぞ多分。変身きた。変身タイプのモンスターコインを使うと少しの間、おおお、いいじゃんじゃあちょっと使ってみましょうか。あ、もう前回というか前作はパートナーとして出たんですけど、もう今回はいきなりもう変身する感じですね。おお、お、すごい、お、攻撃パターンも結構種類があって面白い。ちょっと真空パンチができなかったんですけど、おお、これ楽しいかもな。もう一体のゴーレム落としてない。お、落としてるじゃないっすじゃあ、あー、じゃあうまい、よいしょ。で、ゴーレムさん、レッツゴー。どこ行った？あれ？そう、ミイラ男がどっか行ったんだよな。ほら、真空パンチ。よいしょ、真空パンチ、オッケー。全然できなかったけどな。ゲージたまんねえな、お前ら。全然溜まってねえじゃん。よいしょ、うわー、すげえ、全然食らわねえ。よいしょ、ここは連続攻撃で押し通す。めっちゃ食らうし。じゃあとどめは、とどめはじゃあオルネーゼさんでいきましょう。ソーテンマザン、よいしょー、決まりました。お、ルーラーか。ルーラーじゃねえや、アイテムだった一体顧客リストを何に使うつもりだったんだろうな。はい、じゃあ戻ります。はい、竜巻がさっきあったんですけど結局何もなかったですね。なんか嫌な予感がしたんですけど、特に何のイベントもなく、まあイベントしてた時にもう通り過ぎちゃってたんだろうな。まあそれならまあ仕方ないか、何が起こるかは知んないけど。うん、はい、まあこれ大事なもんですよね、商人さんにとっては。入国許可証、はい、うん、ありがとうございます。うんそうだな、普通はこんでも貴重なもんだよな、あげないよなモンスターコインなんですげえぞ。まあでも商人さん倒すことができませんからね肝心なことですけど。
ちょっとじゃあここで何が起きるか分かりませんから、コインを集めておきましょうか。でも一旦基地とかに戻っちゃうとどうなんでしょう、コインとか全部リセットされるのかな。あんだけ倒して一体戻さないなんてある？ある？一体ぐらい落としてもいいじゃん。はい、じゃあこれでどうでしょう。しかし門番一人、これ一人突っ立ってるだけってな、まあ、何この 陣営みたいなフォーメーションは。ふむ、またお前たちか。お、見せます。これ一人持ってればいいのか。ああ、そうだな、なんで戦闘状態なのかも分かってるのか。次のバトルへ、手に入れた入国許可証。何次のバトルへって不穏なんだけどはい、じゃあ行きましょう。いいんだよね行って。なんだろう、怖いな。セーブしとかなきゃダメだったかなセーブとかなかったからね。でもあれって、あの旗、ジャイワール軍よ。オレンカの方角へ向かってる。皆さん、あれを、誰かが追われています。マリベル、大丈夫か。見りゃわかるでしょ。それにしても何なのよこいつら。いくら私が魅力的だからってしつこくくっついてきて困っちゃうわ。困った、おいら腹減ったぞ。もうガボったら本当に緊張感がないんだからあの子たち、ジャイワール軍と戦ってるわ、うん、どうしてあんな数相手に二人っきり。ごちゃごちゃ言ってる場合かよ。このままじゃあいつら危ないぞ。おい、今助けに行くからな。ちょっと、こういう時は連携して動くのが基本なのに、うん、そうだな、私たちも行こう。おそらくあの軍勢はジャイワール軍の先鋒部隊だ。本隊がやってくる前にあの子たちを助けちまわないとね。そうね。まあムービー見てるとオルネーゼさんはすごいなんか軽そうに斧を持つな。なんかフリフリフリと、なんかソロ版より軽そうみたいなバトル途中でやめたくなったらいるみたいで、お、まあそんなことはしないですけどねはい、そう、天魔山ちょっとあれだな、チャージが多いな。じゃあこういう時はこれですね、クロスボウとか使えばいいんじゃないですかね。よっしゃ、おら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 、もう空中にも行けるのもあれだな。でもこんなに集まることないと思うからな。よいしょ、お、まあマリベルちゃんちょっと見たことないんだよな、申し訳ないけど。ガボは見たことあるんだよ。なんか狼と抱き合わせしたやついたなみたいな抱き合わせってすげえ失礼な言い方だけど。でもマリベルの声優さん好きなんだよな結構もう中の人は知ってるんだよな、肝心の本体を知らないからな。よいしょ、おこんな役ばっかだなこの人はい、アシスト、お、ありがたい。アシストはありがたいね、ずっともう体力尽きるまでいてくれるから。あ、そっかそっか、アシストはそっかそっか、サポートだった、すいません。しかしこのミイラ男たちはなんでコイン落とさねえんだろうな。こんだけいたら一人くらいコイン落とすだろうあー、またの雲野郎いるぞ。ちょっとさっき逃げちゃったから、ちょっと今回戦いましょうか。フレームまんまだなよし、アシスト、アシストか、これでサポートでいてほしかったけどな。よいしょ、ちょっとなんかミイラ男コイン落としてくれよ、ちょっと。よいしょ、来た、ゴーレム来た、ジャイワール軍最後の猛攻。あー、これ今回もあるんだ、やべえ、メタルハンターだ、くそー、どうしよう。とりあえずザコをゴーレムで一掃しましょうか。ほら、真空パンチ、真空パンチ、クーパンチ、オッケー。あー、くそ、短いな、もうちょっと長く使いたいな。モンスターコインのアップグレードみたいなのあったかな、まあ、そのうち数は増えると思うんですけど、このまんまだと少なすぎますからねよいしょ、
人が。はいはいはい、やばい、頼んだ。まあ体力つきそうになったら、まあ、コンピューターに任せるのが一番ですよ。よし、じゃあ変身、よいしょよいしょ。メタルハンターのコイン欲しい。ちょっとギズモ、あ、こいつコイン落としてたんだ。おお、こいつちょっと変身してみたいから、あれまだいるか、ちょっと敵残っててくれよ。はい、ゴールは終了です。あ、まだいるじゃん、行くぜ。来た、いいな、楽しい。やっぱ地に足ついてないやつを操作するの楽しいですね。よいしょー、うわ強え。俺強えわこれ。でも右のあれ見ると名前がオルネーゼのまんまで、キズモのまんまだから。笑っちゃうな。うん、やっと全部いなくなったぞ。まったくしつこいやつらだったわね。今度はなんだ、あの旗、オレンカの武器よ。王様、おお、そなたたちであったか。オレンカ王、これは一体どういうことです。オレンカ王が直々に軍を率いてジャイワールとの国境地帯にいらっしゃるなんて。ジャイワールの軍勢が再び我が国に向かっているとの報告があったのだ。王としてオレンカの国土や民が攻撃されるのを静観していることなどできん。それに王である私がここまで赴けば、ジャイワールの軍勢もこれ以上侵攻はせぬはずだ。国を攻めるということはすなわち王の首を狙うということだからな。でもこのままじゃオレンカ軍とジャイワール軍は、あんたたちの話にさっぱりついていけないんだけど、ここは一体どこ、何が起こってるの。ごめんねお嬢ちゃん。ちょっと子供扱いしないでもらえる。ちゃんとした名前があるんだから。私はマリベル、こっちの小さいのはガボよ。いやちょっと早くガボが使いたい。マリベルがまたブーメランなんで、まあ、前回の同じ全然使わなきゃったキャラクターと被っちゃいますね。ちょっと名前覚えてないですけど、はい。あーそっか、まあ、この人たちもシリーズキャラクターですからね。まあどのキャラクターかは知りませんけどね。うん、全く分かんないからな。はい、うん、そうかな。トゥ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 。マリベルすげえおばさんくせえな。もうまあいいんじゃないですか、精神年齢は幼そうですし。はい、マリベルの武器はブーメランです。ブーメランは複数投げられるほか、複数キャッチした瞬間に投げることでデュアルカッター発動できます。まあそっか、遠距離要因ってことか。マリベルの特技クロスカッターはブーメランを投げながら、もうなかなかだな。ガバを鋭い爪で周囲を攻撃したのが重要で、これですよ、無双ゲームにあるの。まあ無双ゲームで一番使いたいキャラクターっていうのはこういうやつですよ。フェンリルアタックってかっこいいな。狼だけど、ただの、はい、何なのよこいつら。まあそっか、マリベルのセリフですかね。はいはい、バトルが続く場合、そのまま一度次のバトルに進むか、一度離脱してゼビオンへ戻るか。はい、まあじゃあ今回はこの辺で終わりましょうか。そうですね、まあちょうどいい時間ですし、まあ今回はマリベルとガボが、仲間に入って、いよいよそうですね、ルイダの酒場で結構あれですね、お世話になることが、もうルイダの酒場ばっか行くかもしれませんね。ちょっとレベルをちょっとやっぱ何でしょう、均等に上げていきたいんで、やっぱり一人というか4人がレベル10だとして、2人とか1人だけがレベル5とかだったらちょっと悲しいんで。まあそういうつもりで均等にレベルを分けていきたいんで、はい、ということで、はい、そういうことです。はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。